今これから私が、3年にわたって、世界の二重支配構造、世界の二重支配構造と金融支配、そして戦争を計画する軍産複合体をいろんな角度からその真実を 見抜いて、それをまとめたのがこの新しい浄土院大学が暴く世界の金融支配体制と戦争という、戦争と金融支配体制は表裏一体である。そしてこの世界は、我々が住むこの地球は200近い国、自主国、自主独立国によって構成された世界であるが、その200近い数の国々をいろんな、いわゆる共産主義、自由主義、資本主義、社会主義という形で国が成り立ち、その国を全部、ほぼ全部の国を管理している世界政府の存在。だから大きな意味では、その西側陣営と東側陣営という大きな二極を作って、そして国々を自分独立国という形をとって、そしてそこで独立国同士が戦争をし、戦争のためにそのいわゆる闇の世界政府を企む人たちによって武器を売りつけ、その武器のために金を貸し付けて返済で金利を取る、こういういろんな裏の政府と表に現れている独立国という政府を裏と表で自由自在に操作して、裏の政府に全ての利益を集めて、世界一極管理体制のいわゆる世界政府を樹立する。これはまあ今のフランクフルトで1776年5月1日にロスチャイルド系を中心とする勢力がスタートして、そしてそのロスチャイルド系の5人の息子たち、長男ソロマンは今のフランクフルトのアムシェル・ロスチャイルド、それで次男はウィーン、三男はロンドン、四男はナポリ、五男はフランスと、この5つの国に分けて世界政府を目指す、いわゆる金融業を持って、そして武器を売りつけて武器で儲ける、儲けた金をどん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 と拡大して市場経済を作り上げる、まあ資本主義であり市場経済を作って、戦争のために経済活動を大きくして、そして大きくした中で大量生産時代、これはまあ第二次世界大戦後にベルトコンベヤ生産で大量生産する。第二次世界大戦以前は経済活動は
頼まれたものだけものを作る。ちょっと大きなパーティー会場を作るから椅子を200作ってくれとか、ね、その時に着るドレスがいるから200着作ってくれと。そういうのはまあ昔の経済活動、資本主義経済の下で物の売買は頼まれた量だけ作るというオーダーされたやつを作って渡す、金もらう。服は一着作ってくれと。みんな呉服屋さんと。え、あのロンドンのセビロード。だから日本セビロがセビロ、これセビロって言ってるわけ。サラリーマンがみんな来てるセビロ来てるって言うでしょ。あれセビロードだから。ね。オックスフォードストリートとか。みんな名前がついてセビロードと。セビストリートと。まあそういう一着作ってくれ、オーダーメイドで作ったものをお金払うと。一着で。第二次世界大戦後はどんどん100着先作っちゃって、これを宣伝して売っちゃうという、ね、だからそういう大量生産になって、もう1万着シャツも10万着ズボンも10万着とか作って宣伝して、買ってくださいと宣伝して、大量生産、大量消費、そして大量廃棄の時代をここ、まあ、80年の間に作り上げた。まあ、そういうことを全部やってるのが世界支配体制のいわゆる経済部門を受け持つこの人たちによって、全てそういう産業革命以後の地球の経済社会の変化を作り上げてきた連中、これを私たちは影の闇の政府と、すべて7つの G7 の国、ジャパン、ユナイテッドステート、カナダ、イタリア、そして英国、今の EU 諸国と、こういう G7 というものが主に中心になって世界の経済をリードしていくという、そしてそれをコントロールするための中央銀行を作り上げて、その国々、7つの国々の政府とは関係ない民間の銀行、日銀も民間の銀行、FRB も民間の銀行、バンクオブカナダも民間の銀行、CBC、ヨーロッパセントラルバンク、CBD、これも民間企業。それらをコントロールするのは BIS。そして IMS、 これは国連の中において国連管理下である。だから国連というのは180カ国の連合、ユナイテッド連合ですから。しかしそれの事務総長は誰が決めるかといえば、アメリカの大統領で決められません。英国の首相で決められません。EC のいわゆるヨーロッパのリーダー、今はフォンデアライアンス、アライエン、この委員長で決められません。ロシアのプーチンが決めるわけではない、中国の習近平が決めるわけ。誰が辞任権持ってるか、 IMF の全部理事は誰がやるか、
BIS のリーダー誰がやるか。ね。ECB の委員長が、いや総裁が決められるわけない。今、ラガルトという前の IMF の専務理事が今、ヨーロッパの銀行、中央銀行の総裁。IMF の専務理事の前は、フランスの経済閣僚であった。もうみんな大体ファミリーでそういう重要な職を押さえていく。国とは別の民間企業が中央銀行であるという認識も、ね、日本の政治家は持ってない。政府銀行だと言ってるんだよ。大概の首相も、大蔵大臣、財務 大臣もそう言ってるわけ。だからおめでたいなと言って、おめでたい人たちだなと。まあ、いい意味で。面白い人たちだというおめでたいという、まあ、私はですねそういうその世界のいわゆる国民たち人類がそういう人間が作ったいろんな組織によって上手に管理され豪華されてきた250年、それが表と裏で裏の指導者と表の国々の大統領首相でやってきたものが今度は表と裏がもう表になっちゃって、今までの表の国々が消えて裏一本の世界政府になる。裏一本の世界政府イコールユナイテッドネーション、それがワールドネーション、世界の国、世界一極管理のセンター。今までは国連と言ってたやつ、世界政府機構になる。これはもう 100% 間違いありません。誰が何を言う反論しようが、私自身がよく知ってるから、私自身がその計画を。だから46年、5年前に私はそれに気づいて、そのメンバーから聞いて、ああ、そういう計画かと。それならば、わしは、そういう計画には参加できないから。体を張って、それに対抗する勢力を、まあ私はヒトラーよりも運動若いわけ。ヒトラーはそれをやろうとしたから負けちゃった。それで私は45年前にユーロシア帝国財団、ユーロシアによってこの世界の統一を図ろうと。その時は日本はものすごい勢いがあった1970年代です。ものすごい経済成長と外貨準備高を蓄え、世界第一位の債権国家になっていく時だから、私は自信持ってできると。そしてこれは間違いなく達成できると思った途端に、東京地検特捜部の檻の中に入れられちゃったという経験をしているから、すべて彼らの手口は嫌というほど身に染みて分かっている。あ、これは世界統一の覇権競争で俺は敗れただと。負けた。場合によっては命取られて殺される。しかし命は助けてもらって無事生き残ったと。それで神さんに感謝をして、あとは野と名と山となれ、強い者がこの世界を、この地球を支配するだろうと。支配される側の一員として我が人生を全うしようと
切り替えたもんですか。今はおとなしく何の行動もせずにやっております。しかしその仕組みは二重支配構造の仕組みは私は嫌というほど自分の身に染みて味わって、そして刑務所まで入れられているわけですから、分かっているともに。だから二重支配構造と戦争と金融と、これを皆さんにお伝えしたいということで、近々発売する戦争と金融体制を暴くという、この本を今作ろうとしております。近々販売されます。よろしくお願いします。